北キキネは北半球に広く分布する赤狐の亜種。日本では北海道、カラフト及び周辺島初に生息する。名称キ、北キネは1924年に岸田久義がカラフトに生息する本種に対して命名したものだが、その後に北海道と千島列島南部に生息する本種も北キキネと呼称されるようになった。 アイヌ語では、チロンヌ、スマリ、キモッペ、フレなどの名称がある。1978年公開のドキュメンタリー映画、北キ,キツネ物語でよく知られるようになった。本州、四国、九州に生息する本土狐ツネよりも、全体的にやや大きく、耳の裏と獅子の足首の部分が黒い。大陸系の赤狐ツネと相似点が多い。波数は、摂氏が、 上6本下6本、剣士が上2本下2本、小球士が上8本下8本、大球士が上4本下6本、合計42本。入刀数は、胸部1体、腹部2体、鼠径部1体、合計8個。指跡数は、前師が5本、後子が4本、合計18本。北海道の平地から高山帯まで広く生息している。 青森県にも多くの目撃例があり、青函トンネルを越えてきたと考えられている。土手などに穴を掘り、巣穴とする。ネズミや鳥類、昆虫などを主に食べる。秋には果実や好みも食べる。エゾユキウサギを実際に食べるのは稀である。人間の近くに住む場合は、住宅街に出てきて餌を探したり、犬や猫の餌を食べることがある。観光地では、 昼間に路上を歩いて、観光客に餌をねだったり、ゴミ捨て場の残飯や牧場で、出産時に捨てられた牛の胎盤を餌とする個体もいる。哺乳類の中では珍しくオスも子育てを手伝う。雪解けが終わり、暖かくなる頃に子供を産み、秋の終わり頃に小別れをする。ワン、と、犬のような鳴き声で知られている。北海道、菅野温泉玄関の北キツネキツネ。 特に北キツネは近代以降にアリューシャン列島の養殖銀狐を経由して北海道へ拡大した寄生虫のエキノコックスの収縮種となることがある。と犬などの間で感染が見られる短方常虫とは別種である。キツネの糞便と共に排泄されたエキノコックス中卵が人間に摂取されると幼虫が寄生しエキノコックス症を引き起こす。 早期に発見すれば治療可能だが、発見の遅れや、手術の難しい部位への規制など、最悪の場合死に至る可能性もある。1999年頃より、苦中薬を野生の北キキネに摂取させることで、感染率の低下を図る活動が行われている。野生動物である北キキネは、本来ならば、人間から食べ物を与えられない状態で等数の、 バランスが取れており、人間が干渉することで北キキネのみならず、その生息環境に悪影響が出ると考えられている。他方では、北キキネの体表面や糞などを媒介とする、エキノコックス症への感染も問題視されており、北海道では餌付けを含め北キキネに干渉しないよう、生息域で感染の恐れがある行為をしないよう呼びかけている。これらでは旅行で持ち込まれた、 ペットなどへ、逆にペットからキタキツネへのその他の病気の伝染も危惧される。餌付けによるキタキツネの人慣れかは、その行動にも変化を与えている。例えば、知床国立公園のキタキツネは観光シーズンの終わった4月前後には、縄張りを離れて、ウトロ市街まで人間の餌を求めて遠征していることが確認されている。また、 1980年代以降、札幌などの都市部の緑地に、北キツネが定住するようになり、苦情や交通事故などのトラブルが生じている。ありがとうございます。